オオーディオブックロカさんにヒールは似合わない私のためにヒールになってくれない黒川芽衣子のこの一言が全ての始まりであり全ての終わりでもあったこの瞬間俺は彼女の無謀な計画と無茶ぶりに巻き込まれてしまった「なぜ俺がヒールにならなくちゃいけないんだ」どうしてこんなことになったほんの1時間前まで 俺はちゃんと普通の真面目で平凡な高校生だったのにじゃあ黒川さんのおっぱいを揉ませてください俺は最高に真面目な顔を作ってご褒美を願ったイエーイ世界の中心でエロいことを叫んでやったぜだがしかしそんな俺の欲望への熱い願いは事態を一転させる。 黒川さんはいきなり顔をあからめバグってしまったかのようなうわを繰り返していたちょちょちょっとどうしたんですかお、っおっおっもももめ浜和志著朗読土田玲陽吉岡真優伊庭ルト流アイナ小木野葉月 家介高畑レンタマッチポンプから始まる学園ラブコメ開幕黒川さんのため最高のヒールに俺はなるオーディオブック「黒川さんにヒールは似合わない」各オーディオブック配信ストアにて販売中